こんにちは。日本語 4U のあかりです。今日、私は岩手県の八幡平というところに来ています。とっても自然がたくさんあるところです。今日は八幡平のいろいろな楽しいところに行く様子を皆さんにお届けします。それでは、どうぞ。八幡平は岩手県と秋田県と青森県の間にある市です。とても大きなところで、結構標高が高いところにあります。ここは牧場ですね。中の牧場というところです。池や野原があって、とても気持ちよかったです。少し歩いていったところに柵がありました。ここには馬が4頭くらいいるそうです。かわいいですね。小さい馬と大きい馬がいました。ここはブナの林です。たくさんのブナが育っていました。木がたくさん生えていたので、とても涼しかったです。最後にバーベキューをして帰ってきました。大きいお肉、美味しそうでしょ。